こんにちは。アプリソリューションズコンサルタントの川端圭と申します。まずはですね、私のチームからご紹介できればと思っております。私のチームはですね、世界中におりまして、各現地の開発者さんとメールベースでのフィードバックでありたり、アプリのレビュー、UX レビューとか、あとは一対一のセッションなどで現地の開発者さんまと 話し合いながら品質向上に力を入れている舞台でしてえと今回はですねこのインディーゲームフェスティバルがやっと日本に来たということで非常に嬉しく思っております皆様のこの応募してくるタイトルに関してえと多少なりともお力添えになるようなコンテンツを今回ご紹介できればと思いますのでえ少ない時間ですけれども。 ぜひよろしくお願いいたします。では行っていきます。はい。えっ、ー、とこ、えー、本日、えー、僕のセッションの中で話す内容となります。まず少しあの私が言うアプリ品質っていうところをご紹介しながら、その後にですね、えっ、ー、と五つの、えー、まあ今回は品質問題というふうには、えー、紹介しているんですけれども、まあ、ゲームを開発する中でえっ、ー、と忘れてほしくないポイントを5つ。 シェアしていいきたいと思いますではですね先ほど審査ポイントの中に品質っていうポイントがありましたけれどももちろんこういったところはですねアプリがバグなく動く安定しているサクサク動くっていうところなんですけれどもそういったところには是非ともこういうアンドロ i ドバイタルズであったりとか段階的リリースアルファベータチャンネル その他のアプリのマニフェストなどで戦略を立ててアプリを展開していっていただければなと思っていますただですね今回私の方で紹介するアプリの品質っていうところがですねどちらかというと Android ユーザーが期待する動作についてご紹介していこうと思いますのでちょっとゲームの 湿度はちょっと違うところになってくるかと思いますけれども、ここもモバイルアプリを提供することの中では大事なところだと思いますので、ぜひ聞いてください。で、ここのスライドはですね、何個かのイベントで紹介されているスライドでありまして、もう見ている方もいらっしゃるかと思いますけれども、何を言いたいかというとですね、ユーザー評価が 上が,るに上がるにつれて売上が一緒に比例して上がっていくというようなことを伝えています。ユーザー評価が高いアプリはです、ね、ユーザーの満足度が高くユーザーのエンゲージメントも高いということが分かっていましてその他に加えてです、ね、結局ユーザー評価が高いアプリというのはアプリの品質が高くそして Android のユーザーの 期待する動作にも対応していただいていることが多いので、ぜひともここを、えー、お忘れなくというところですね。で、えー、この中でですね、えー、Android エコシステムについても、えー、少し紹介させてください。もちろんお分かりになっている方ばかりだと思うんですけれども、えー、Android にはいろいろな端末、いろいろな UI といろいろなサーフィスがあります。えー、今回 ゲームの開発者さんの皆様ですけれどもタブレット電話端末であれ AndroidTV や Pixelbook、DayDream、w a r っていうサーフェイスもあることを大きな可能性として感じていただければなと思いますのでこういったところも視野に入れてゲームの開発を進めていただければと思いますでちょっと本題に入る前にですねここを 紹介できればと思いますここも、えー、このスライドも見た方多いかと思いますけれどもここのスライドで何を言おうとしているかというとですね、えー、開発する中であるモバイル端末に向けてデザイン設計開発を進めていくのを第一ポイントとしてその後から、えー、と違う端末用に UI を調整していくっていうパターンですね。 これが意外とこういう開発スタイルをしている方たちもいらっしゃることが耳に入るのでここはやらないでくださいまずはです、ね、ゲームはどういう本質的にどういうものかっていうところを決めていただいてそこからですねどういった端末向けにこのゲームを配信していくかっていうのを見てください そしてですね最後にですねその UI を設計していくんですけれども、その UI がはゲームの場合でも、アンドロイド端末でちょっと難しいところでもありますけれども、アンドロイド端末にはいろいろな画面タイプがあります。そして今回のアンドロイドオリオでもですねえ新たなアスペクト比の18:9と18.5:9というものが えとアンドロイドの方でも正式にサポートされているので、えー、こういったところもですね、えー、と気にしながら、えー、どういうふうに UI が調整されていくかっていうのを、えー、開発の段階で少し、えー、と手間を入れると後々対応が楽になるかなと思います。はい、すみません。では、えー、とちょっと本題の方に進めていきます。えー、まずはですね、よく見る品質問題というか。 ところなんですけれども、えー、とこういったゲームを開発する中で忘れがちなところでもあるので、えー、と一つここを紹介できればと思います、えー、まあターゲット SDK バージョンというのは皆様ご存知かと思いますけれどもシステムにどの Android バージョン用にアプリが設計されているか指定するような数値でして 問題としてされているのがですね4年前の例えばターゲット SDK19 を指定してアプリを作っているというケースも最近では21とかでもまだそこの向けにゲームを開発している人たちもいるかと思いますけれどもここで何を懸念しているかというとこれ以降の OS では必ず互換性モードというところで Android が。 えと動作していくので、えー、いわゆるまあ最良な状態,状態ではないところで、えー、とゲームが動いているっていうところになってしまいますのでぜひともえと今後これから開発する方たちが多いかと思いますけれども、えー、と最新の API レベルを指定しながら、えー、とゲームのデザインゲームの周りの体験を構築してい 行ってくださいで、えー、そこからで、ねえー、USISSDK のミ i SDK というところもありますけれども、えー、ここも、えー、ご検討いただきたいんですけれどもここには Android Studio とか、えー、とあの一般的に公開されているダッシュボードがありまして、えー、今現在ユーザーの何割が、えー、どこの OS で、えー、と端末が動いているかというのが紹介されているので。 えー、メイン SDK はできるだけ低くしてほしいんですけれどもかなりのリソースとコストがかかると思いますので、えー、ここは、えーとまあえー、できるだけ多くのユーザーをサポートしていただきつつ、まあ、リソースをかけすぎないようにも、えー、頑張っていただければと思います。今回8月に Android a u d o が正式発表されました。 アンドロイドオーデオの方ではですねなんていうのか、えー、滑らかで使いやすい機能に加えて、えー、バッテリーや、えー、起動時間グラフィックスレンダリングなどの安定性を、えー、最適化するのをこう、えー、フォーカスにしている、えー、OS ですけれども今回アンドロイド8.0でいろいろユーザー向けの機能が、えー、新たに追加されたり更新されていますのでここをちょっと すすぐ紹介します、えー、とピクチャーインピクチャーモードと、えー、ノティフィケーションチャンネル、ノティフィケーションドッツ、えー、ノティフィケーションスヌーズンといって,言って、えー、結構通知周りの、えー、新たな機能が紹介されていますので、こういったところも、えー、ぜひユーザーの、えー、体験を向上するためにも、えー、26を、えー、ターゲットで開発をご検討いただければと思います。 まだまだ新しい OS なんですけれども、挑戦いただける方、ぜひ募集しています。で、次、Android バックキーですね。意外とここ、まだ対応いただけていないデベロッパーさんが大いにいらっしゃるところもありますけれども、Android バックキーというのがですね、ブラウザでいうバックキーと似たような感覚で考えていただければと思いますけれども、 えまあえ一般的には画面を面を遡ってえ移動できるように実装する,がすることがえメインのものです。これはもう本当に PC でいうキーボードやマウスというようにえーとユーザーの方では 期待している動作が必ずありますので、これゲームの中でも、ゲームの中の UI の中でも必ず実装するようにお願いしたいところです。で、その中でですね、何個か、えー、とかいつまんでここで紹介したいと思うんですけども、まあ、えー、よく忘れがちなんですけれども、こういった、えー、とゲームの中のダイアログウィンドウ、ポップアップとかでもしっかりアンドロイドバッキーが連動するように実装してください。要は、えー、とこういった ダイアログが表示された場合には、えー、バックキーでもクローズキャンセルできるように実,実装してください次なんですけれども、えー、画面上に、えー、と UI の中で、えー、とバックキーを実装する方も多いかと思いますけれどもこの中でも、えー、と Android バックキーを同じように連動して実装していただければなと思いますあここなんですけれども、えー、ここを少し紹介したいところとしています といたしましまて基本的には、えー、とあまり、えー、ゲーム終了確認これは、えー、ホーム画面でバックキーをした時のどういう挙動するべきかっていうところなんですけれども本来であればアプリはもう、えー、ホーム画面でバックキーをしたらすぐクローズする直接クローズするっていうのが一、えー、つ期待されるところなんですけれどもゲームによっては、えー、とそのゲームの、えー、環境を労働するためには数秒 かそれ以上に時間かかってしまうこともあると思いますのでもし、労働するのにゲームを遊ぶまでのその時間が、えー、時間かかってしまうのであれば、えー、ここは1回、えー、確認画面を中に挟むことによって、えー、とユーザー誤、えー、操作とか、えー、防ぐことも可能ですのでここはぜひ、まあ。えー 主流を確認あっても問題ないかと思いますけれども必ず言いたいのはです、ねえー、とホーム画面トップの画面でも、えー、Android バックキーの実装をしてくださいあと確認画面も、えー、と一応ダイアログとなりますのでバックキーで、えー、クローズできるようにしてくださいあでは次にですねあここ一時停止機能なんですけれども一時停止機能について少しお話しすると 本質的にはこーゲームはーモバイル端末の上で走っているのでいつ、ーさーさんがプレイヤーさんが中断されゲームプレイ中に中断されるかわからないというところでここはぜひその中断された際にーゲームに復帰した時ときのユーザー体験を考えてえ作ってください。 せっかく調子よくゲームを進んでいるところでゲームに復帰したときに急にゲームが進んであたふたしないようにこういったワンクッションを入れることは大事かと思いますそしてその中でですねこの画面ともバックキーを連動させるようにしてください要はゲームプレイ中でバックキーをした際には一時停止画面を 表示すすることを推奨しています、えー、と少しの画面しか紹介する時間はなかったんですけれども基本的にはどの画面でもどのポップアップナビゲーションドローーであれ、えー、とバックキーと連動させることを、えー、お願いしておりますで、えー、これがですね、えー、とゲームの世界観の中で、えー、とバックキーの実装を作る画面があ実装が難しい画面が中にはあると思います えまあ代表的な例といたしましてはチュートリアル中であったりとかえとキャラクター同士の会話の時にバックキーの実装をどうするかっていうところなんですけれどもここは結構いろいろ工夫をされているデロッパーさんがいろいろいますのでえとちょっと,まあえとこのあとのセッションとかこのあの懇談会かなでえともし質問がありましたらぜひとも聞いてください。 えと実行時パミッション、これが API23 でえと新たにえと大きな変化となったえと一つです、これ、アンドロイドマッシュメロ,なん,ュロ,ュメロなんですけれども、API22 とかそれ以下をえと指定しているアプリは、インストール時にワンクッション入ってしまいます。 このワンクッションが何かというとパーミッションの確認画面となりまして基本的にはもうインストール時に全てのパーミッションが付与されるような形でゲームがインストールされます23以降からはこの画面自体が消えるのですけれども逆に言うとデベロッパーの方で対応する必要がありますただ利点はいろいろありましてメリットの一つとしては えとインストールがワンクリックでできるようになり、そして、えー、と自動更新も、えー、と自動的にちゃんと走ることができるので、えーと、新たに例えばゲームの配信の1年後とかに新たなパーミッションを導入したとしても、新たな機能のためにパーミッションを、えー、と追加したとしても、えー、と自動更新が、えー、そのまま動きますので、ここは大きなメリットかなとは思います。かつですね <laughs> ゲームの中で、えーとまあ、デベロッパーの好きなタイミングで、えー、とユーザーの分かりやすいように、えー、とこういったパーミッションの要求ができるようにな,りなるんですけれども、えー、何よりこれは、まあ、ユーザーに対するメリットかと思いますいろいろプライベシーとかの話もあ,りあったと思いますけれどもなるべくユーザーの、えー、とパーミッションを要求するときには分かりやすくっていうところなんですけれども、えー まあえー、少し言い忘れてしまったところとしては、えー、まずはですねパーミッションは、えー、と必要以上のパーミッションは要求しないようにしてください逆に言うとここで明確的にこのアプリからこのパーミッションが要求されているということが、えー、分かるので例えばこのゲームはなぜ僕の電話をの管理をしないといけないのかという素朴な疑問が生まれると思いますのでちょっと説明しにくいような状況が出てくる。 ケースもありますただ、えーとまあ、本当に必要としているゲー,ゲームの機能で本当に必要としている場合ですとあ,のあまり心配はないかと思います。あとは、ですね、えー、とすごくこう忘れがちなのがですね、えー、とパーミッションが拒否されたときの対応なんですけれどもここも、えー、とユーザーの、えー、説得というところで ユーザーフローをしっかり実装していくようお願いします、えー、と実行時パーメーションも、えー、先ほどのバックキーもそうなんですけれども、えー、とインディーゲームフェスティバルの、えー、とホームページに、えー、もう少し詳細に、えー、と紹介している資料などがありますのでぜひそこも、えー、ご参照いただければなと思います,思いますえっ、ー、とではですね、えーと プレイストアリスティング。これって違うセッションでもこれ紹介されていると思いますけれども、このヘッダー画像について、ちょっとよくある問題、品質問題っていうほどでもないかもしれないんですけれども、気をつけておいてほしいところがありまして、まずはですねこのヘッダー画像が、このヘッダー画像 えー、プレイストアリスティングの詳細画面で使われていますけれども違うとこでも使われることが稀にありますので、えー、と必ずアプリのタイトルは入れるようにしてください、えー、でかつですねアイコンもそうなんですけれども、えー、とアイコンと一緒に表示されるケースもありますので何かしら、えー、とそういったブランディングであれアイコンであれそういったものがありましたら、えー、とここ のフィーチャーヘッダー画像の中に入れるようにしてください。あと、えー、ここで大画面では出していますけれども、えー、とモバイル端末だと比較的に小さいので、えーと、あまり小さい文字は入れないようにしてください。ああとここがです、ね、スクリーンショットの部分なんですけれども、ここ、よくありがちなんですけれども、結構こうプロモーション用に編集されたスクリーンショットにかなり力を入れる。 開発デベロッパーさんが多くてですねえ結局そのユーザー体験をえともう実際の,そのゲーム画面の確認ができるスクリーンショットがえと少ないっていうところでえここも1つ1つだけで結構ですのでえーとゲームの画面をえ何の編集もなくえーこう見せている画面を1つだけスクリーンショットのアセットに 追加すするようににてください、はい、最後にですね通知,です、えー、この通知のトピックはかなり膨大なトピックでしていろいろ、えー、注意するべきところもありながらも、えー、難しいところではあるかと思いますけれどもその中で、えー、っと本当に小さいところを2つ紹介させてください。 えーとロリポップ以降からですねこのスモールアイコンというものがえーと大きな動作の違いがありましてえ何が起きたかというと OS 側でえーとここのアイコンを白く塗りつぶすというえーと動きがありましてでかつ、スモールアイコンを指定していない場合ですとえ 普通のアプリのアイコンを取ってきて白く塗りつぶしてしまうので結局白い四角がここに表示されてしまうっていうところでどのアプリが通知を出しているかっていうのがよくわからないっていうところがありますえここのにはですねぜひそのゲームのブランドゲームがどのゲームかっていうのがわかりやすいようなアイコンを作成いただきまして できるだけその形で表現するようにしてください,、はい。で、この下の例がですね、コンテンツタイトルなんですけども、意外にも結構、ここを忘れてしまう方、開発者さんもい,らいまして、ここはですね、まあ、簡単に言えば、コンテンツタイトルをアプリのタイトルに設定しないでください。 えー、結構通知は難しい領域かもしれないんですけどもそれぞれその通知の、えー、重要なポイントを要約した、えー、内容をタイトルに入れてほしいという、えー、リクエストですあとはですね、えーまあ、この2つ、えー、本当に細かいところなんですけども、えー、こういった小さいところが大きな品質、えー、に えー、大きく品質をこう影響していくのかなと少し思いますのでぜひともお忘れなくここは対応していただければと思いますあとは最後にですねえー、っとここの通知の、まあ、先ほどアンドロイドオリオでも話があったと思いますけどゲームでは非常に通知を多く利用するとこがありますので、えー、っとぜひとも通知をグループしたりとか ノティフィケーションチャンネルを作成することによってどういう通知をどのように端末で表示させるかをユーザーの意のままにコントロールできるようにしてあげてくださいで俺思ったよりちょっと早く進んじゃいましたすいませんでは最後にですね こいえー、今日話した内容っていうのが、えー、こういったところの資料の中にありますので、えー、ここ、developer.android.com、えー、OS のプラットフォームのハイライトであったりとか、えーと品質な、品質問題、今回出した品質問題をどういうふうにチェックしていくかっていう、えー、リストであったりとか、えー、いろいろあります、参考資料がありますので、ぜひともここをご参考にしてください。 いいただければなと思いますその,他のえか、ー、のプラットフォームの特徴的な、えー、と必要事項っていうのもここに紹介されていますので是非、えー、ここを見ながら、えー、開発を進めていただければなと思いますすみませんちょっと早く終わってしまいましたけれどもご清聴ありがとうございました